いよいよ今日が千秋楽でございましてね、皆様方も本当にお疲れ様で、もう大変なことでございますね。あとごくわずかの辛抱でよろしくお付き合いを願いますが、プログラムの方にいろいろとネタ出してありまして、端からいろいろと片付けてきて、残っちゃったのもしょうがないから今日みんなそっくりやっちゃおうというんでね、3つばかりお付き合いを願いますが、まあ、大体この話というのは、およそのこのジャンルというものがありますんでね、そうなるってえともう頭の方なんか大体似通ったりなんかしますんでね、そういうところは一つ、毎日お聞きになってらっしゃる方はどうも同じようなことばかり言ってんなと思いになるかもしれません。そこのところは一つご容赦を願っておきまして、まあ子供の話で真田小僧なんていうのがありますが、大体この話の方に出てくるのはあんまりこの優等生というのは出てまいりませんね。近頃はまたあの子供さんでも随分優等生になりまして、よくあのテレビなんかで、アナウンサーがインタビューをしておりますってと、随分この勉強が嫌いという子が少なくなりましてね、よく勉強をするそうですね。私たちなんざもう学校から帰ってくるってえといつも家入らないで表から家の中にカバンを放り込んでそのまんま表へ駆け出してったもんですが、今はきちっと勉強をするし、それだけこの、レベルが上がったんでしょうね。勉強をやらないってえと落ち着かない、そしてやらされている方もそんなに辛くないってんで恐れ入ったと思いますね。もうそうなるってえとなんかあの、子供っぽいという感じがなくなってきましてね、そういう意味じゃなんかこの、可愛げが今のお子さんはだん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 薄れてっちゃうね、ああ子供らしいななんというのがないですね、なんかこうちょいとこの、大人びたようなね、変なところがありますけれども、まあ大体この話の方に出てくるのあってえと、困っちゃくれたのが多く出てまいりましてね、お父っん当たったんなんだよあの肩叩いてやるか。いいよ、だってあの日頃お疲れでしょ。いいんだ、疲れてねえよな、肩凝ってねえからいいんだよ。うん、だって言わねえで、じゃあの腰させてやるか。いいよ、お茶入れようか。うるせえなてめえは。お父っつぁんたまの休みだな、のんびりしてんだよ。その辺でうろちょろするんじゃねえよ、うるせえから表行って遊んできな。ねえ、せっかくさ、タイガーさん、親孝行しようと思ってるとさ、そうやって避けるんだからね。こっちが歩み寄ってってんのに。ねえ、お父っつぁん、親孝行させていいよ。普段からやるんならやれ。な、普段こっちの言うことを何も聞かねえと思って、なんか急にそういうこと始めるんだ。な、必ず下心あんにちげえねえ、おめえは。分かっとるよ。な、早く表遊び行きな。いいよ、じゃあ遊び行くよ。遊び行くからさ、お父っつぁん、送れよ。送れよ。何よ、何やってんねん、分かってるくせに。子供が親にくれってそう言ってんだから、まさか首じゃねえ、当たり前だよ。恐ろしいこと言いやがら、こんちは。首取られてたまるか。なんで、言ってみなよ。でもわし送れ。何よ、わし送れよ。男の子らしくはっきり言え。なんだ、言ってるの分かってるくせに、ああやってんとに。おいし、よくねえよ。塩つけやら、こんにちは。おわしはさっきおめえにやったろうね。もう使っちゃったんだよ。使っちゃったんじゃダメだよ。な。はい、もうやらねえ。んなこと言わねえでいいんじゃねえか。ねえ、表行くからさ。一文なしなんだもんな、あたい。表出たって心細いんだよ。生意気なこと言うんじゃねえよ。大人じゃあるめえし、おめえ子供なんてえなあな、もともと一文なしのもんなんだよな。おめえ銭はなくたって表行って遊べるだろ、いくらも。何言っちゃうんだよ。そりゃ遊べないことはないけどさ、おだいあたいが表へツッと行くだろと、みんな菓子屋の前にたかってんだよ。であたいもすぐ行くじゃねえか。そうするとみんながね、お菓子買って食べてんだよ。それこっちは食べたいなと思ってもお菓子がないから買えないだろ。で人が食べてんのうまそうだなぁなんて思ってね、見てるなんてのはとっても辛いもんだよ、お父っつぁん。我が子にそんなしもじい思いをさせて、よく親として平気でいられるね。何を言えねえ、こっちは。おめえにはちゃんと銭やってるじゃねえかよ、お父っつぁん。毎日毎日きちんきちんと小遣いやってるんだ。生意気なこと言うんじゃねえ。だってそれ使っちゃったんだ。使っちゃったのはお前が悪いんだからな。もう今日はやらねえよ。あ、そう。
じゃあ明日の分をくれよ。小遣いの前借りしや。明日になったらどうすんだ、困んだろてめえは。明日になったら明後日の分もらっちゃう。明後日になったら日明後日の分もらう。日明後日になったらその矢の明後日の分もらう。順に順に先もらってっちゃう。そのうちにお父っつぁんぼんやりしてっから分かんなくなっちゃう。そういう野郎だ。親バカにしてやる。ダメだよ、やらねえ、ダメだ。あ、そう、どうしてもくんないの。いいよいいよ、もらわないよ。本当にお父っつぁんにもらわなきゃいいんだよ。お母さんにもらうからいいよ。だから何言ってんだよ。お母がくれやしないよ。ああ、お母さんの持ってる金ってのはな、お父っつぁんが表行って稼いできて、預かったらよってんで預けてあるおわしだ。お父っつぁんがあいつにやっちゃいけねえぞってやな、お母さんくれやしねえんだよ。ねえ、ねげて言ってんだから甘いんだよ。ねえ、くれるんだよお母。ねえ、お母さん帰ってくんだろ。だたいが言ってね、お母さんおわしをくれよってこう言うとね、ダメですよ、お父っつぁんがやっちゃいけないってだからやりませんよってこう言うだろ。だたいが、じゃあいいよ、この間お父っちゃんの留守によそのおじさんが訪ねてきたことすいちゃうからって言うと、ちょいとお待ち、ちょいとお待ちよ、分かった、今やるよって必ずくれるんだよ。もう 2,3 度使っちゃったんだその手で。親湯すんの嫌だけどな、背に腹は変えられねえ。ちょっと待て、ちょっと待ちない、いやいや、ちょっと表休み、いいから、ちょっとこっち、こっち、こっち来いってんだよ。そこに座れ。お父っちゃんの留守に誰かお母さんのところに訪ねてきたのか。ねえ、なんと、気にしちゃいけないんだ、お父さん、そういうことは。なんか気のせいなんだ、それはね。なんでもない。ああ、まずいこと言っちゃったな。なんだ、だお父さん、今聞いてんじゃん。なんか誰か訪ねてきたのか。お父さんの御用のある人だといけねえから聞いてん。お父さんには御用ない。お父ちゃんには用がない。やっちゃったな、まずいこと言っちゃったな、やっぱ表行って、おい、待ちなてんだよ。誰か訪ねてきたのか、行ってみな。じゃあ言うけどさ、訪ねてきたことは訪ねてきたの。おお、誰が。いや、誰がって、お父ちゃんこの話聞きたいかい。それはまあ聞きたいよ。じゃあおわしをくれよ。おわしはダメだよ。じゃあ俺だって話しないよね。ほら、これ話すのは子供としてとっても辛いんだから、辛いことを喋るんだから、おわしくんなきゃダメだよ。何言ってんだよ。じゃあいいよ。ああ、よかったよ。その方がいいんだね。平和な家庭に波風立てんの嫌だろ。ようなこと言ってやろ、本当に。あったよ、今やるからちょっと待て。やるか。話をしてみなよ。何これ、お父っちゃん一銭じゃねえか、これ一銭じゃダメなんだよ、この話。いや、これ一銭はちょっとお引き取りになって。一銭じゃダメだ、子供なんだ、一銭持ったらたくさんだ。いや、それはこれはもう一銭じゃとてもじゃねえけど、聞かせないねんだよ。値打ちのある話なんだ。5,000をくれよ。5,000冗談言っちゃいけねえよ、本当に。誰がやるかい、5,000なんざ。あ、そう、じゃあいいよ、話さないよ。いや、分かった、じゃあ5,000やりね。だから話しちゃったか、そしたら5,000ちょっとおめえにやる。まず話をしろよ。それダメなんだ、お父っつぁん、その手は食わないんだよ。ね、話をしちゃうだろ。そうすると「お箸をくれ」って言うと「ダメだ!」ってこう言われちゃったら、今のお話返してくれってわけにいかないんだよ。ね、お父っつぁん、寄席だってなんだってそうでしょ。ねえ、行ったことあるでしょ。あれ、お話聞く前にお箸払うの、それともお話聞いちゃったからお箸払うの。木戸線ってんだから、話聞く前に先におめえ木戸のとこで払うんだ。そうでしょ。ねえ、そういうもんだよ。聞いちゃったからお箸よこせったって、誰があんなもんにお箸払うの。ねえ、だから、先に取っちゃうんだ、ああいうもんな、みんな。それと同じなんだからさ、先に払ってくれよ。そしたらちゃんとお話するから。なんだか言ってやらんとな。5,000そん、あよ、その一銭もやるから、早く話してみ、早く話してみな。だまれた。あのね、こないださ、ほら、お父っつぁん、横浜へお仕事行った時あったでしょ、横浜。あったあった。あの時ね、お父っつぁんが出かけるすぐにね、おかんところにね、こっちはーなんてね、男の声が表にすんだよ。からね、私がスッと出てったらね、
あのお母さんいらっしゃいますか？なんてこんなこと言ってんの。うん？から今しよったらちょっとってこう言うからね。からお母さん僕のおじさん来たよったらあそうかいって言ってそれでスッと出てきてその人の顔見てね嬉しそうなんだ。ふんどんな野郎だ。どんなお父ったんねどんな野郎ってねもうあんなやつがいるんだ世の中に。え来たったってありゃしねえんだから白い服なんて着てんだよ。ねでやっぱりね後ろ暗いところがあるのかね色のついた眼鏡なんてかけてねこれでまあ気取り上がってステッキなんてこうやってやってんだよ。え違うなんてこんなこと言ってんの。ただお母さんがそれ見てね大変なんだからまあよく来てくれたじゃないかねちょうどよかったら今うちのヘチマ野郎がいなくてってお父っつぁんのことヘチマ野郎だってさお父っつぁんヘチマには似てねえよなこれ目だよどっちかってやカボチャだもんな目なんですよ今言ってんだよ許してえほんでねお母さんねそのおじさんの手でギュッと握ったりなんかしてねさあこっち待ってよなんてねあれあんてんだよお母がうんでどうなったいでこっから先聞きたいそら聞きてえよ、ね、うん話してみなよでじゃあもうあと5000送れよさっき払ったじゃねえかいやさっきのはここまでなんだよこっから先はまたおわしがいるんだよそんなこと言わねえねそーっと喋っちゃったらいいやそれそういかねえんだよねあの出してくれよそういかないよこっちだってあそうじゃあここでやめとこねうんこんとこでやめときゃお父ちゃんだってまあまあ我慢ができるんだこっから先はな分かったよあったえほらやるかはいありがとうありがとう、うん、それでねでお母さんがねであたいのそばにいたらね何してんだお前はえこんなとこにいるんじゃないよ早く表遊び行ったいでってこう言うからねやだいって言ったらなこと言わんで行っておくれ五所だから行きなって言うんでね、うん、普段一銭もくれるのに大変な騒ぎしてるのにねその時に限って5000くれたんだよえふくらあたりねそれもらって嬉しかったんでパーッと表遊び行っちゃったバカ野郎バカ野郎なんだよそら、お前ねそういう時にはおっかさんのそばになぜピタッとついてねえんだバカ大丈夫で心配してんだよあたいはお父っつぁんの味方だよねえさーっと表行ったんだけどさもう気になって気になってしょうがないからねだからさーっとうちに戻ってきたんだお父っつぁんうん偉いなどうして、そしたらね出かけてくときにねあいつと障子がね帰ってきたらピタッと閉まってんだよそうじゃん。うん。ヒカラ隊がそーっとそばに寄ってってね。で、この障子をね、さっ、お父っつぁんこれ開けたい？開けたいよ。ちょっと開けてみな。これ開けんのにまた5000かかる。おい、そんなちぎらねえでよ。すっと話したらいや、どうしてもここはいるんで、こっからがお父っつぁん大変なんだから。これはもう5000じゃ安いくらいだよ。本当にまあしょうねえな。うん。ほらほら5000ほら。ええさ早く話してみな。だわありがとう。でねあのあたりがね、とーっと開けたんだよ。障子をさ、ね、そーっと開けてね、中シュイと見たらね、お父っつぁんの前だけどね、うん、あのね、布団が敷いたんだよ。布団が？座布団か？寝具。寝るお布団が引いてあんだよ。ね？そしたらね、お母さんがそれじゃあもうきっとね、そのおじさんの手をこう取ってね、でも自分から誘い込むようにしてね、お布団のとこにたーっとこう倒れたんだよ。うんうん。ね？そしたらそのおじさんがね、上からこう覆いかぶさるようにこう言ったんだ。うん。でここで5000くれる？うん、どうした？ありがとう。うん。でね、さあ、あの、おじさんがね、そこら中ね、やだな。やだ。だけど、話すよ。ね、お母さんの体、触んだよ。え？お母さんが、そこそこ、なんて言うんだよ。まあね、うんなんて声出したらなんか、もう、やだったな。うん、それでね、すっと、そのおじさんの顔を見たらね、そのおじさんのこと、私知ってんだよ。お前も知ってる？誰だ？誰だったって、お父ちゃんも知ってるよ。俺も知ってる？誰だ？え、言ってみろ。あの、これ、実践送れよ。お前、高いよ、そら。実践は高いな。
高くね、高くないよ。おっさん、高は10銭じゃねえか。10銭だよ。私よ、教えてやるからさ。ね。でも、ほんと、嫌だったら嫌でいいんだよ。うん。ね。誰だかわかんない方が、ね。まあ、ごたごたしなくていいことはいいんだよ。ね。二畳沙汰になるといけないから、待ったろ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 。ね。実際、ほら、ほら、ほら、ありがとう、ありがとう。うん。で、誰なんだ。いえ、行ってみろ。あのね。横丁のあんまさんがおっかさんの体もみに来てたの。どうもありがとう。待てー、こっちよ。本当に悪い野郎だな、あんしょ。ああいうことをしやがんだから、本当に。どうしたんだい？こっち上がんなよ。おめえが早く帰ってこねえからよ。お足取られちゃったい。あれやだ。泥棒にかい？そうじゃねえよ。金棒にだい。うんだ、だから言ってるじゃないか。そこらにお足置いといちゃいけないってさ。どこの持ってったの？俺んとこから持ってったんだよ。お前さんやったんじゃないか。いや、やったんじゃねえんだよ。騙し取られちゃったんだよ。なんで騙されたんだよ。いっぺん引っかかっちゃったんだよ。おめんところにあんまほら領事に来たんだってよ。これで俺は横浜行った時のかかったよ。うん、その話はよ、いやにこっちにおめえ気を持たせやがってさ。ねえ、おや気になるように気になるように話に持ってって、そらうまい具合にそこら中でもってぶった切りやがってさ。ねえ、その都度おめえ取られちゃったよ、わしを。どうしてお前さんそんなのに引っかかんのさ。わかりそうなもんじゃないか、横丁のあんまさんっていうの。それがそうでねえんだよ。あいつのね、喋りようによるってえとね、もうそうでないの。ね、うまいんだこれが。ああ、ねえ、うん、キザに白い服着てなんてやんだよ。白衣なんだ、考えてみろ。な、後ろ暗いところがあるのか、世間体をはばかって色のついた眼鏡。別に後ろ暗くてあの人は色のついた眼鏡かけてるわけじゃねえ。ねえ、気取り上がってステッキだって。なぜ杖と言わねえって。こういうところがアンチャンメンだがな。さあ、知恵じゃかなわないんだよ、お前さんは。本当にあの子知恵があるんだからさ。ねえ、でもいいじゃないか。あれだけ知恵があるんだから、今にね、大きくなったらさ、立派な人になるよ。冗談言っちゃいけねえよ。ねえ、立派な人にはなれねえよ。あいつの知恵ってのはな、あったところでもって悪知恵だ。悪い方には働くんだよ。いい方には何一つ働かねえんだ。そんなことはないだろ。よくたって悪くたって知恵なんてのはあった方がいいんだよ。それはそうでね。それはそうでねえんだよ。ねえ、うん。いや、俺はな、うん。学問がねえからよ。よく講釈場行って講釈を聞くだろ。な、ああいう話を聞いてるってえと、偉い人の話はいっぱい出てくるんだよ。ね、そういう話を聞いてるってえとよ、小さい自分のこともあるんだよ。そうするとやっぱり偉くなる人は小さい自分から知恵を使うところが違うんだよ。ね、あいつみたいなな、親を騙すようなことはしねえんだな。これだ、聞いたやつだってそうだよね。偉い人がいるんだよ。ね、真田三代記ってんだ。うん、これはね、天正の何年だったか俺は忘れちゃったけどもね、武田勝頼がさ、天目山というところに立てこもった。ね、で、その信州の上田のね、真田阿波の神がよ、ね、助っ人を頼まれたんで軍勢引いてでもってと、駆けつける途中でもって敵の大道寺駿河の神と松田尾張の神に挟み撃ちになっちゃった。さあ、行くことも引くこともできない。ね、明日はいよいよ周中討ち死にかと覚悟をしているってと、その阿波の神のせがれでね、与三郎ってのがいるんだとさ。ね、これはおめえうちのガキと女いるしだよ。ね、うん、それが、お父さんの前へ手をついて、父上これ式のことご心配ご無用。ね、私に永楽通報の旗印を無流れお許しくだされ。ね、永楽通報の旗印ってのはな、敵の松田方の方の旗印だ。ね、そんなもの何にするんだろうと思ったんだけど、まあ何か考えがあるんだろうってんで許してやるってと、その旗印を持って、ね、その晩だよ、片方の方の大道寺駿河の神の方へ用地をかけたってやつだよ。ね、あ、陽一だってんで、大道寺がひょっと見るってえと、松田方のこの、旗印がこう、ひらめてんだろ。さては松田の方が、裏切ったなってんで、松田と大道寺の方が、どし打ちになった。その隙に、みんな、逃げ延びたって、こういうやつだよ。ねえ、じゃねえか、頭が働くよ。あの人おめえな、後におめえ、大阪方の軍師でな、真田左衛門の城、雪村、ねえ、真田雪村って人になったってんで、偉くなる人は小さい自分から違うよ。ねえ、もともとな、真田の家の城門ってのはな、二つ仮金ってんだけどもな、うん。まあ、その助かったことをいつまでも忘れねえように言ってんで、雪村の頃からあれがおめえ陸連戦というのに変わったというやつだね。まあそういう偉い人でもね、やっぱり落城の時には敵の計りごとにはまって薩摩へ落ちたって話だよ。いいかい、いいね。味方一同を助ける知恵とね、親を騙して小遣いを踏んだくる知恵と、どうだよ、大変な違いじゃねえか。んなこと言ったってさ、うちの子だって大きくなれば真田ぐらいにはなるだろ。真田虫にもならないよあいつは。本当にね、もう悪い方には働く。おいおいおい、
おめえそっからそーっと後ろ見てみな、後ろ、あの戸袋のところ、え、妙なもんがぴょこっと出てんだろ、あらあいつの耳だよ。え、ああいうことをするんだよ、どっかに張り付きやがってね、耳だけ出すんだよ、ねえ、ピクピク動くんだあいつの耳って、よそ探ってやる、虫だねまるで。おい、なところに隠れてんの分かってんだぞ、こっちに出てこい。どうも先ほどは失礼。失礼すぎんだよ、こっち上がれ、くそ、え、さっきのおめえよくねえぞ、お父っつぁんから騙し取ったんだな、だから消せ、消しねえ、なるもん使っちゃったんだよ、使っちゃった、何言ってんだよ、そういや助かると思ってやる、何が嫌んだよ、子供があんだけ一時におめえあっという間に使えるわけねえじゃねえか、なあ、何使ったんだ、じゃあ言ってみろよ、講釈聞いちゃったんだよ。気をつけろよ、こいつはこういうやつなんだ、ねえ、親の好きなものによっかかってきやんだよ、ねえ、本当に講釈聞いた、嘘じゃねえだろうな、よし、お父っつぁんはな講釈は詳しいんだ、え、なあ、うん、ちゃんと聞いてきたかどうかお父っつぁん確かめてやる、何聞いてきたんだ、言ってみな、真田三大記。こういう野郎だよね、え、本当に聞いたら、よし、じゃあ話をしてみろ、え、話してみたよ、うん、話すけどね、あれ、あの天正の何年だったかな、忘れちゃったんだけどね、武田勝頼って人がね、天目山とお山にね、あの立てこもっちゃったんだ、うん、でね、あの信州のね、上田の上司でね、真田阿波の神っていう人のところにね、助っ人頼んだ、でその真田阿波の神が軍勢を率いて火星に行く途中で、敵の大道寺駿河の神と増田尾張の神にこう挟み撃ちにやっちゃってね、それで行くことも引くこともできなくって、いよいよ明日は集中討ち死にだということになったんだって、うんうん、ね、そしたらその時にね、真田阿波の神の せがれで与三郎ってのがいいんだってさ、これはお父っつぁんあたいと同い年なんだよ、うん、この子がとても利口なんだって、よくあんだ世の中にはね、うん、せがれがうんと利口で親がぼんやりしてんのはね、余計なこと言わなくていいんだよ、でどうしたんだよ、でその与三郎ってせがれがお父っつぁんの前に手をついて、あの父上これしきのことご心配ご無用、我に永楽通報の旗印を無難あれお許しくださいって言ったんだってね、であの永楽通報の旗印ってのはね、敵の松田尾張の神の方の旗印、そんなもの何するんだろうなと思ったけど、何か考えがあるんだろうってんで許すってとね、それを思ってね、うん、あのその晩ね、うん、片っぽの方の大道寺駿河の神の方にね、用地をかけたんだって、ね、で用地をかけられて大道寺がひょっと見るってと、松田のこの旗印がこうひらめいてんだろ、さては松田が裏切ったなってんで、松田と大道寺とのはあの土地打ちになったんだって、その隙にみんなあの阿波神の方がタッと逃げちゃったんだってさ、でこの子がだん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 大きくなって、そのうちにね、あの大阪方の軍師でもってね、真田左衛門の城雪村、真田雪村になったんだってさ、えらいもんだよね、うん、でね、もともとね、あの真田の家の城門ってのはね、二つ狩り金ってんだってね、うん、それがね、その助かったことを忘れないようにってんで、雪村の頃から陸連戦っていうのになったんだってさ、うん、でまあそれだけ偉い人でもね、しまいには大阪落城の時に敵の計りごとにはまって薩摩へ落ちたんだってさ、これで違ってる？合ってるよ。あそこで聞いててそっくり覚えちまう。え？俺は講釈前に三月通って覚えたんだよ。しょうがねえやつだ本当に。あったよ。でお父っつぁんちょっと伺いたいんですけど、いやだなお前は。え、お前に伺われるってとゾッとするんだよ。何を伺ってんだい。あのさ。二つ狩り金ってのはどういうの？二つ狩り金ってのはつまりガンガンには飛んでるもんだい。へえ。で、その、陸連戦っていうの？それはどういうの？陸連戦っていうのはおめえ、さっき言ったじゃん。永楽通報というな。いわゆる、銭だよ。な、うん。丸くって真ん中に四角い穴が開いている銭だ。な。その銭が、その、六つこう繋がってる。ね。それを陸連戦って言うんだ。へえ。六つ？どういうふうに繋がってんの？だから、六つこう、こうあるんだよ。え？六つ？こうある。違うんだよ。あのな、つまりな、その非風味、非風味とこうあるんだよ。ああ、そうか。あの
ひふみ、ひふみたん。ハスじゃねえか、そうそう。ほんじゃ、ひふみ、ひふみたん。あ、ひふみ、ひふみたの。違うよ。ひふみ、ひふみたん。ああ、そうそうそうか。ひふみ、ひふみたの。あたそっちょ。どうしてそうてめえは。どうしてったって、お父っつぁん、お父っつぁん早いんだもの。俺こんなところになんか物書けないから分かんないんだよ。分かりやすく教えてくれよ。パンチレってやつだな。ちょっと待ってろ、ちょっと。えいいか、あな、これは違うよ。ね、これは今のおわしだよ。これは今の一銭だわ。いいかな、これはな、あの、ま、永楽通報だ、つぞ。そこにこう旗がこうあんだろ。この上のところにな、ひふみ、ひふみと。こうなるんだよ。なんだよ、そうなんのか。なんまるで、まるで違ってたな。ちょっといい日やって。あ、そう、うん、あ、そうか。ここに旗があって、で、ここに、ひ、ふ、み、で、ひ、ふ、みと。あ、これでいいの？うん、そうだよ。わかるだろ？わかった、わかった。あ、そうか。なんだ、そうか。もう一回やってみよう。ひ、ふ、み、で、ひ、ふ、みと。あ、こうだな。そうよ。あ、そうか、なんだ、わけねえや。お父ちゃん、これ、どうもありがとう。お、待て、こっちと。てめえ、それともってまた講釈聞くのか。焼き芋買って食べんの。あっちと、うちのサラダもさつまい落ちた。